えっと、自分が一,一番気に入っているのは、えー、今回の「えー、鋼の、えー、ミロス」ですね。自分が、えーっとえー、抱いてきたそのアニメーション面白いアニメーションを作るそのお客さんを楽しませるっていうそのことが最も実現できた作品だからと思います。えー、っといろんなジャンルがあるんですけれども。 実はそのアニメーションを見ていてお客さんがえ気持ちがいいとか楽しいとかえっとこう心をぐっとつかまれるっていうそういう要素は実は全ての作品に共通していて僕はそれぞれの作品の特徴をつかまえながらそういうことを実現していきたいなと思っているのでえ実はアプローチとしてはえそんなに変わらないんですね。 作品の登場人物がその作品の世界のいろんなものと出会うんですけれどもその出会う時に見ているお客さんがキャラクターと一緒に新しいものに出会って一緒に驚いたりこう一緒に楽しんだりっていうことを同時に感じてもらえるようにいいカメラワークを工夫したりとか。 えー、その物事の出来事の段取りを決めたりとかっていうことを、えー、常に考えながら、えー、作品を作ろうとしています、えーっと。実は自分が興味のあるジャンルについてすで、えー、に作品の制作に取り掛かっていますので。 えそれは具体的に今お伝えするよりはえ楽しししみにてていいていなと思います一番良いところは自分がこういうものを作ればお客さんが楽しんでくれるだろうと思うことをえ直接実行,実行できる立場にあるっていうのが一番え良いところだと思いますし逆に。 そのお客さんを楽しませられなかったらその時の責任は全部自分にあるっていうところがまあ,ある意味一番悪いいところかもしれないですねたくさん、えー、変えたい部分はあるんですけれども一回お客さんに見せてしまったものはお客さんのもの,ものでもあるのでその,その見たお客さんが。 ひょっとしたらその部分を大事に思ってくれているかもしれないので過去の作品を実際に変えたいとは思わないですえっと日本ではものすごくたくさんの作品が作られ続けているんですけれども、えー、まだ、えー、みんなが見たことがない新しいビジョン、えー、それはそのアニメーションという ジャンルにおいて新しいって感じられるとともに、えー、人類にとって新しいビジョンを提示できるかどうかっていうかそ,それが新しいかどうかっていうところにこだわって作品を作りたいなと思っています。